これからどうするの？しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ。怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？そうねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ？怒った？私歩くの初めて。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。一人で先行っちゃうんだもん。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか？意地悪。この辺りは誰も住んでないのか？うん、怒られないから安心して。ね、俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい、ね、おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。したことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。今度は私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か？余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチ。どう？
ヤズナ。楽しそう。ふう飛べるか。もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ五番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん。うわあ。だからどうしたって顔してる。町のモンスターなんてたかが知れている。死ねる。すっごく得意そうな顔してる。軽いな。やってやる。悪いな。ラウド、スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？ないのかと思って。クラウドの世界。もういい。どれだけの血と汗が流れたと思っとるんだ。こんなことになるなんて。どうか皆さん落ち着いてください。おい、どうなってんだよ。見て見て。な、騒がないの。騒がしいな。マコール、よく見えるからね、ここ。
野獣もか。みんな心配なんだよ。おや、あんたも来たのかい。まあそんな感じ。ああ、また教会帰りだ。そうかも。よく無事だったね。あ、クラウド待って。